みなさんこんにちは年末年始特別火災警戒のお知らせです伊丹市消防局は来年1月7日まで伊丹市内全域で年末年始特別火災警戒を実施しています冬は火の取り扱いが増え空気が乾燥するため火災が発生しやすくなっています伊丹市消防局は 警戒パトロール地に消防車両の赤色灯を点灯して巡回広報を実施します皆さんも火きの取り扱いには注意して家の周りに燃えやすいものを置かないなど火災予防を心がけましょうお問い合わせ先は伊丹市消防局警防課072783の0123までお願いします それでは今回の痛みだよりスタートです今回は毎年恒例となっています痛み市の財政についてです市の財政を言い換えるとすると町のお財布私たちの町痛み市にどれだけのお金が入ってきてそれを使ってどんな市民サービスを提供しているのか 普段はあまり馴染みのない市の財政ですがこの機会に広く市民の皆様に知ってもらおうと伊丹市役所財政企画課の国枝さんにお越しいただきましたお願いしますよろしくお願いします国枝さん早速ですが市の財政という言葉を聞くと結構難しい話なのかなという印象もあるんですけれども、はい、なるべく多くの方に理解していただくために分かりやすく紹介していただけると助かりますはいわかりました、はい えー、市の財政についてしっかりと知っていただくためには、えー、本来であれば分厚い決算書を読んでいただく必要がございます、えー、ただ、それでは市民の皆様に分かりやすく伝えることは難しいと思いますので伊丹、えー、市では毎年、えー、こうした冊子を作りまして、はいえー、分かりやすく簡単に伊丹市の財政についてご紹介をしておりますはい、えー、頑張ってまして伊丹市の財政ということですけどずいぶん可愛らしい表紙になってますね。はい えー、表紙は毎年変えておりますが、うんえー、今回は令和元年度に3つの認定子ども園と保育所を新設しておりますのでその中から一つ伊丹市立若葉子ども園をモチーフとしたイラストで表紙を飾りました、うん、はい、えー。さらにページを開いていただくとわかりますが表やグラフもカラーで見やすく作っておりますし、えー その他漫画のページがあったりと、はい、まあ大人から子どもまで幅広い世代が読みやすいように作成をしております。はい、まあこれならね手に取って読んでみようかなって早速思いますけれどもね。はい、えー、じゃそれではですねこの冊子を使って伊丹市の財政について教えてください。はい、えー。それではまず決算についてご紹介をいたします。えー、こちらの円グラフをご覧ください。はい、えー。これは令和元年度の伊丹市の決算です。えー、左が歳入。 つまり伊丹市が歳出板見市が1年間に使ったお金を表しております。はい、例えば歳入ですが、一番大きな割合を占めておりますのが、市税ですね、これは市民の皆様からいただく税金となっております。ほ、はい、他には国庫支出金、これは国からもらえる補助金を表しておりまして、あとは司祭、市が借りたお金といったものがございます。うん 次に歳出でございますがこちらは一番大きな割合を占めておりますのが扶助費これは福祉や医療にかかる費用のことでして他には普通建設事業費これは公共施設の建設や改修費用にあたるものでございます、うん、で、その他に交際費これは借金の返済費用ですね、うん、そういったものがございますはい、あの歳出の方ですけど例えばどんなことにお金を使ったんでしょうか はい、令和元年度の主な事業についてございますが、例えばこういったものがございます。はい、えまず表紙にもなっております、えー、私立認定こども園等整備事業。これはですね、こども園と保育所合わせて3つの施設を新規整備いたしました。はい、え次に、伊丹エアポートライナー導入事業。えー、JR 伊丹駅と伊丹空港を結ぶ、えー、空港アクセスバスを導入いたしました。うん。 他には、伊丹商工プラザ労働福祉会館大規模改修事業ですね、公共施設の複合化を兼ねた大規模改修事業となっておりまして、単に修繕をするだけではなくて、例えば労働福祉会館では公民館の機能を集約いたしておりまして、うん、ま市内の公共施設の数を減らして、複合化をすることで、より効率の良い運営ができるように工夫をしております。はい、え最後に 公園緑地等整備事業でございますがこれは伊丹スカイパークなどの公園整備を行いましたスカイパークにはウッドテッキや幼児向けの広場が誕生しておりますはい。待機児童問題の対策や空港への移動が便利になったり市民がより暮らしやすくなるまちづくりにこのようにお金が使われているということですね私たちが納めた税金もこういった形で還元されているとわかるとすごく納得ができますねはい はい、えー、より良いおまぜを目指しましていろんな事業を行っておりますが、えー、もう一度決算のグラフをご覧ください、はいえー、最終的な歳入と歳出の差額、えー、入ってきたお金から使ったお金を引きますと7.7億円となりまして、うんえー、令和元年度は黒字を達成いたしました、えー、ちなみに伊丹市の財政の黒字は42年間連続の達成となっておりまして、うん 現状は健全な財政状態にあると言えます伊丹、はいえー、市の財政の状況が良いということでひとまず安心しましたけれども今後もこの良い状況は続いていくんでしょうか、はいえー、確かに今は健全な財政状況でございますが、えー、将来に向けて不安な面もございます例として三つ挙げておりますが一、えー、つ目は福祉医療に係る費用が増加しております二、うんえー、つ目が 公共施設の建て替えなどにたくさんのお金が必要ということです。なるほど、はいはい。はい。で最後三つ目は人口減少により、まあ税収の大幅な増加が見込めないという点がございます。なるほど。はい。はい。で、えー、しかもそれに加えまして、うんえー、今年は全世界で、えー、新型コロナウイルスが猛威を振るいました。はい。イタミシも例外ではなくて。 感染症対策など様々な取り組みを行ってまいりました例えば感染拡大防止策としまして各公共施設で使用する体温計や消毒液を設置いたしましたり地域経済活性化策としまして市内商店街で使えるプレミアム付きお買い物券の販売などを行いました、うん、さらに各支給付金の支給では特別定額給付金ですとか休業要請に 応じていただきました事業者の方への支援金を交付いたしました。はい、今後もですね、経済活動の縮小など、税収の減少、感染症対策などの経費の増加が考えられますが、うん、まあ痛みとしましてはあの今後も経済増勢を重視いたしまして健全な財政運営を。 これを受けていきたいと考えておりますはいえー、まあ感染症対策はね、の市民の意識も高いというのはよくわかるんですけれどもねしっかりと行っていただきたい事業ではあるんですけれども経済的なダメージもやっぱり心配ですよね、うん、そうですねで、少しでも市の負担を減らすために私たちにできることって何かあるんでしょうかはい、えー、市が使っているお金でも、えー、次に上げるような費用は、えー、市民の皆様のご協力で減らすことができますはい はい、えー。例えばですね、うん、救急車の出動件数ですとか、えー、ごみ処理の経費や、はいえー、放置自転車対策関連経費などが挙げられます。うんえー、それではここで、えー、クイズを出してみたいと思います。はい、いきなりですね。<laughs> <laughs> はい。はい、えー。ここにあるごみ処理の経費でございますが、うんえー、市民一人当たり1年間でいくらぐらい？ コストがかかっておりますでしょうか。三択でお答えください。ちょっと難しいでも結構かかるんじゃないって言いながら、ね、<laughs> 無難に二番。<laughs> はい、えー。では正解でございますが、はいえー、正解は二番の<お>、えー、約七千二百円でございました。やったーはい。正解です。<laughs> でゴミ、えー、処理の経費を減らすためにはゴミ、はい、の量を減らすことはもちろんでございますが、えー、資源を積極的にリサイクルするということも重要です。ああなるほど。 はい、えーはい、例えば紙のリサイクルでございますが、うんえー、燃やすごみの中の約8分の1が紙類だというデータがございます、うんえー、普段何気なく燃えるごみとして捨ててしまっている、えー、トイレットペーパーやラップの芯、えー、割り箸の袋などはリサイクルできるる資源とななっております、うん、あなるほどはい、えー、これらのいらなくなった紙を紙袋などに貯めておいて、えー、紙の回収日に出していただくように心がけてください。あ 普通に捨ててますけどねああそうですい <laughs> ませんわ <laughs> かりました <laughs> はい。え、はい、市民の皆さんが物を大切に考えて意識的に行動することでね、市も無駄なお金を使わずに済むということですねえ私もですけれども皆さんぜひご協力くださいはい。え最後に今回ご紹介しました頑張ってますせ痛みしの財政この冊子なんですが読んでみたいという方はどこへ行けばいいんでしょうか えー、冊子はですね、うんえー、伊丹市役所本庁舎ですとか、えー、各支所分室などで配布をしております、はいえー、またインターネットでも公開をしておりますので、えー、頑張ってまして板見市の財政で検索をいただきますと、えー、パソコンやスマートフォンで、えー、すぐに読むことができますので ぜひ検索をしてくださいはいわかりました、えー、こちらの冊子ですけれどもまた伊丹市の財政に関するお問い合わせはですね、伊丹市財政企画課072784-8028までお願いします、えー、今回は伊丹市の財政について財政企画課の国枝さんにお話を伺いました国枝さんありがとうございましたありがとうございました